はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら新しい電動コーヒーグラインダーのご紹介でございます。名前がスマート G 電動ハンディコーヒーグラインダーっていう、まあ、ハリオさんから新発売になった。この間までね、幕開けっていう、クラウドファンディングのサイトでも、まあ、発表されていた商品なんですよ。まあ、前からね気になっていたんですけれども、今回、ハリオさんから商品提供いただきましたんで、こちらね開封して使っていきたいと思います。まあ、僕これまでねずっとこのハリオのセラミックスリムっていうあのコンパクトな手引きミルをずっと使っていて、もうコーヒー始めた初期の頃からですね、一番最初に使った手引きミルがこれでした。それからねもう愛用してるんですけれども、まあこれの後継機のさらに電動版というか、もともとねスマート G っていう手引きミルがあるんですよ。それの電動版っていうことですね。じゃあまあとりあえず開けてきますかね。はい、よっ。まあ電動ミル中央ってかなりごっついですね。よっ。はい、まず入っていたのは説明書と、これは保証書かな。で、こいつを剥がすと、おー、はい、出ました。結構、あ、重みがありますね、ずっしり。物も見る感じかなりしっかりしてるし、はい、こちらが、まあ、電動の部分ですね。うわ、すげえ。これリチウムイオン電池が入ってるんで、まあ、あの電池を入れる必要ないってことですね。これ内蔵されてるんで、これを充電するだけ。うん、まあ、そこそこの重さはあるけど、ちょうどいいですね。別に重すぎて持ち運ぶのに大変とか、そういうレベルではないかな。で、あ、はい、見えます。ここに、USB タイプ B の、よっと、はい、このコードを挿す端子がついてますね。で、下の部分にはこの謎の穴、これがね後からわかるんですよ。はい、じゃあお次ですね、こちらが、まあ、ミルを引く部分ですね。まあ、ある意味ではこちらがね本体って言えないこともないけど、で、要はさっき話した、はい、このセラミックスリムの、後継機の手引きミルですね。このスリムと同じように、はい、この取っ手が別個になっていて、要はこれ単品でも手引きミルとして使うこともできるってことです。だからつまりこのスマート G 電動ハンディコーヒーグラインダーは手引きミルにもなるし、電動ミルとしても使えると。あの、例えばさ、視聴者さんでも結構お家のキッチンが狭くて電動ミルを置くにはちょっとスペースが足りないんですよねって人とかもいたりするんで、そういう方にもうめっちゃ小スペースでさ、キッチンに置いとくこともできるし、あとはまあキャンパーさんとか出張が多い方向けに、こう外出先でも簡単にできますよってことで、おすすめできるミルなんじゃないかなと思いますけど、まあとりあえずね使ってみないと何とも言えないから、よし、じゃあ一旦使ってみましょう。ちなみにね、こいつ、このまあ、アダプターっていうのかな、こいつをここに合体させて、ここに要はぶっ刺すことによって、いいよと、はい、こちら電動ミルにすることができます。これ多少動くかな、ちょっとやってみていい？おお！あ、この下の方、これ動きますね。はい、じゃあ早速ね、しっかりコーヒー豆を引くことができるかテストしてみたいと思います。まずは引き目の調節ですね。これを外して、豆を引く部分がねセラミックスリムと同じで、薄敷きになってるんで、これをまずちょっと見てみようか。よし、はい、取れました。あ、本当に構造としては、あの、僕がいつもね使ってる手引きミルとほぼほぼ同じですね。この中に取り付けられたミルの、まあ、受けの部分にこのもう半分を取り付けて、で、持ってネジを締める。まあ、個体差がね、多少あるとは思うんで、確実とは言えないんですが、セラミックスリムを使ってるとき、いつも僕10とか12でネジを緩めてるから、とりあえずそれでやってみます。じゃあ、ひとまず手引きでやってみますか。よいしょ。いきます。お、あ、持った方がいいかな。うん、置いてもそこそこ安定するけど、このコンパクトさであれば、うん、持った方がいいかもしれない。で、引き加減はどうですかね。はい、とりあえずこんな感じ。あ、でもちょうどいいんじゃない。ペーパードリップをするための粉としては、まあ標準レベルくらいですね。ここからさらに粗くしてもいいし、細かくしてもいいし、で、手引きにしてはそんなに、うん、めちゃめちゃ粗いやつとか、こう、ばらつきがそこまであるわけでもないと思います。もちろん、めっちゃ細かいやつとかね、微粉がゼロではないけど、
まあそれは大体どこの手引き見るにも言えることだからね。うん、うん、ああいい香りや。うん、あでもちょっと待って、あやっぱちょっと10にはちょっと粗かったかな。ちょっと10くらいに変えます。まあこれはもちろんね、多少の個体差とかもあるでしょうから、まあそれぞれあの自分の一番気に入る、まあ、引き目をね見つけるのがいいと思います。はい、じゃあいよいよ次は電動の部分ですね。また豆を入れて、でこの蓋をアダプターに付け替えて、はい、合体、よし、じゃあいきますよすごいな、不思議な感じですよね。手引き見るに電動部分をこう合体させて、はい、じゃあ豆引いてみます。よっ、おすげえ、引けてる、すごい、うん、あんまりねこう持ってて、なんていうかブルブル、あのバイブレーションがあまりきつくないからちゃんと持ってられるし、腕にかかる負担はそんなでもないですね。うん、すごいね、回しやすい、電動ミルに回しやすいってなんか変かすごい不思議な感じです。やっぱりじゃあちょっと引き目を見てみますかよいしょ、うん、いい香り。はい、というわけで引き目はこんな感じですね。さっきよりも全体的に非常になんか整ってる感はありますね。はい、こちら、ガテマラの深入りでございます。やっぱり電動ミルの利点って、まずはやっぱり一番には自分の力を使わない、体力を使わないってことで、まあ疲れない、だから手軽に、もう気軽に、いつでももうあの簡単に豆を拭くことができると、一瞬でね。そのまず1点と、さらに加えてもう一つ、回し方が均一ってことなんですよ。どうしても手でやると多少はねこう引っかかってしまったり、あの回し方にムラがあったりとかして、そこが豆の粗さのねムラにつながったりもするんで、機械だったらまあこうやってずっと一手で回してくれるから、まあそういう心配もあんまりないわけです。でさらにこれに関して言うと、こう電動ミルの中でもそこまでこう速い部類じゃないと思うんですよ。回り方がね、うん、そこまでギューンってびっくりするほど速くないから、豆にかかる負担もまあ最小限で済むだろうし、まあだからこそ腕にもね負担も来ないし、うん、女性でもまあ普通にできるんじゃないかなと思います。安定する、いや逆にそう、重さがあるから安定する、こっちが軽いからね、合体させてこう持つと、うん、すごく安定しますね。てか正直な話しましょう、あのこれ幕開けのあのクラウドファンディングで、ね、見たあたりだとどうなのかなって一瞬思ったんですよね。外出先でこう豆を引くことに関して、まあ、そこまで大量に入れることってあんまりまあないし、まあ、キャンプとか行ってもね、まあ、数人の集まりで、まあ、手引きミルでいけないこともなかったから今まで、まあ、電動ミル、うーん、まあでも、まあ、あったら便利いくらいに思ったんだけど、実際やっぱこれ使ってみるとやっぱいいですね。僕もともとあの普通にうちで入れるコーヒーに関しても手引きミルで、まあ、ゴリゴリねセラミックスリム使ってやってたんですけど、まあ、それが電動になった時ってそう、やっぱ手軽だなって思ったんですよ。買ってよかったなって思ったんですよ。その時となんか同じような感動が今あります。やっぱね、選択肢っていうのは持っておくべきだね。手動か電動か選べるってだけで、もうそこ俺だけで全然やれることの幅って広がると思うし、うん、選べるってのはいいことですよ。これに関してはほんとね、手引きにもできるしさ、これ外して、ここにね、取っ手が収納できるから。あの、セラミックスリムはね、取っ手収納できないんですよ。これは、きっちり止めてくれるから、まあ本当旅行とかにも持っていきやすそうだよね。うん、マジでいいねこれうちで普段使いも全然できそうだし、キッチンに、ね、こう置いておけるし、よし、じゃあちょっとこれでコーヒー入れてみますか。うん、この焙煎度だと 25g くらいが限界かな。ここに合体させて、うん、 OK、 しっかり入るね。
はい、OK。じゃあ準備ね、完了したんで、これから豆をひいていきます。僕はだいたいこうやって、お湯もドリッパーもペーパーもすべてお準備整えた上で、豆を、まあ、基本的にひきますね。ひきたてってよく言うじゃないですか。基本的に豆は新しい方がいいので、もうすべて準備を整えた段階で、こうやって電動ミルでひくっていうのが、まあ、基本のスタイルですね。電動ミルのいいところって、本当にこうやって、お湯準備した後とかでもさっと引けるから、あのお湯があんまり冷める心配とかないし、さっとほんと一瞬でできるっていうのが電動ミルの利点ですね。よし、じゃあ引いていきます。えい、すげえなマジで、持ちやすい。最後のあたりはちょっと豆が残るんで振った方がいいですね。よし、オッケー、完璧。うん、ああめっちゃいい香り。じゃあこいつでね、美味しいコーヒーを入れましょう。やっぱりこんだけしっかり膨らむのは、まあ、ミルがあるからですよね。引き立てであるからこそこんだけモコモコドームがねできるわけです。やっぱね、旅先だってどこだってね、ミルさえあれば基本的にね、美味しいコーヒーって飲めるんだよね。あーというわけでね、サクッと引き立ての豆で美味しいコーヒー入れることができました。あ、てか飲んでみないとね、美味しいかどうかわかんないけど、はい、じゃあいただきます。うめえ。あー、うまい、うん、あーめっちゃね、味が澄んでる。ちゃんとあのある程度メッシュを守って、あの均一な火加減になってるから、あ、味がねブレてないですね。あまりにもねばらつきがありすぎたりとかすると、ちょっと苦味が強く出てしまったり、えぐみとかね、そういう雑味につながったりするんですけど、うん、美味しいコーヒーが入っております。うん、うまいな。やっぱミルってね、僕にとって、コーヒーの中で一番やっぱ気にしている要素というか、まあ、ミル自体が一番の相棒っていうイメージですね。美味しいコーヒーのそばにはいつもミルがいて、ミルがいないと始まらないってことですね。ドリップボトルももちろん愛着持ってるけど、僕もともと調理師ですから、まあ、要は調理師にとっての包丁というか、これがあってこそ美味しいコーヒーが飲めるって僕は信じてるし、で、これやっぱね、選べるのがいいね。手引きミルも電動ミルも両方いい面があって、手引きミルもね、やっぱリアルを感じるっていうか、豆をゴリゴリ引くっていうね、この楽しさがあるんですよね。だからこれも選べるっていうのがすごくこのミルいいと思いました。手動を捨てていないっていうところがね、キャンプとか、まあ、外出先とかでね、こう静かな中でこうゴリゴリ引きたい時もあるし、みんなで回してねやってみようぜって時もあるし、まあ例えば朝とかだよね、キャンプの朝とかにみんなが起きてくる前にさ、ちょっとコーヒー入れといてあげようとか、そういうこともあったんだよね今まで。そういう時にこういうのがあるとすごく便利かもしれない。あっという間に引けるから、
使いどころ選べるって面ですごいいいと思います。で価格面がこれ1万3000円から4000円くらいなんですけれども、まあ、詳しくはこの辺に貼っときますね。僕この価格を見た時に最初、まあこの商品が発表された時点でね、なんか電動ミルでさらにこう持ち運び専門だと思ったんですよ。その時に、まあ、1万3000円、まあ、結構するなと思ったんですけれども、まあ、よくよく考えたりこう今使ってみたりとかして、で実際キッチンで普段使いもできる、場所取らないしかもね、で手動と電動と選べて充電式で繰り返し使えて電池がいらないから、あ追加料金がかからない。で今相当高騰してる電動ミル、今すごい高くなってるからね、の相場をもうぶっちぎる勢いで1万3000円、4000円、かなり安いと思います。ミルを引く性能の面でも全く問題ないと思うし、なんだろうな、難点、まあ、ちょっとデメリットもちゃんと上げないと、なんだろう、今使ってて思ったのは、この部分、この接続部ですね、これ4つの爪で止まってるんですけど、ここにねやや粉が入り込みやすいかな、巻き込みやすい、これ全体の口がかなり広いから、こう中で粉が舞って多分上にくっつくんだろうね、それで巻き込みやすいってところはあるかな。現時点ではそれ以外のなんかこう悪いところは今のところ見つかんないっすね、まあ、これから長期的に使っていこうと思うんですけど、てかセラミックスリムの後継機だから、まあ、これにちょっと乗り換えてというか、今までねセラミックスリムすごいお世話になりましたけれども、ちょっとこいつにこれから頑張っていただいて、はい、しばらく長期的なレビューをしていこうと思います。で、一つ言い忘れてた、さっきこれ回してる時にそこまでめちゃめちゃ速いわけじゃないって話をしましたけれども、速くないってことは豆に負担があまりかからない、熱があまり発生こうしにくいってことですね。まあそういう面でも美味しいコーヒーを飲むのにね非常に適したミルだなと、はい、総合的に思いました。はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。はい、このねスマート G のリンク下に貼っておきます、もしよかったらチェックしてみてください。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。